皆さんこんにちは、チャーマンズの心です。見つけて探して気になって笑顔を届ける美咲です。佐藤君高です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、リコちゃんを学業のため今週のフルボッコラディオはお休みです。はい、はい、毎週週替わりでチャーマンズメンバー司会進行していきます。今週はチャーマンズ心です。よろしくお願いします。お願いします。頑張って。はい、頑張ります。はい、私が話したかったことはですね、うんうん、最近いや、まあ、どっちどうか悩んだ。なんかハマってること、ハマってること、おすすめなこと、おすすめなことなんですけど、うんうん、朝に、うん、音楽を聴くといいってことを言いたくてですね。朝、はい、何そのかっこいいじゃん。本当ですか。朝のどの瞬間、それと学校に行くと道中なのか、朝起きてすぐなのかとか、ずっとずっとずっと朝起きて、うん、準備しながら、あ、準備しながらとか、音楽をかけて、はい、それはもう家中にってこと、そのなんていうの、あ、自分だけ聞いてる感じ。そうですね。あと移動中は車の中とか、はあはあはあ、聞いてますね。どういう曲を聞くわけ。どういうな、本当流行りの曲、うんうん、聞いてます。なんか歌手の方はそれぞれいろんな人の曲で流行ってる曲を聞くの。朝、はいはい、朝ごはんとか食べながらとか。あ、髪の毛してる時とか。すごい、気分上げ上げです。すごいな、気分上げ上げです。上げ上げになるんだよ、音楽とか聞くと、はい、そうなんですよ、そう、最近それに気づいて本当にもう最高です。すごい。美咲もそういうの、朝は苦手そうだけど、朝朝苦手で本当に、うん、移動中全部 寝てますね。あれ私朝が苦手なので。夜遅いの。夜はでも12時前にちゃんと寝てるんですよ。でも遅くはないよね。そうなんですよ。でもなんか今日もちょっとずっと寝てて、で朝ちゃんと髪の毛とかし、髪の毛やってる時とかも寝ながら感覚でやっちゃうみたいな。歯磨きも、まあ、目使わないから感覚でやってて、で移動中も、まあ、何も使わないから寝てて感じですね。私目が覚めないの。本当です。あんまりシャキッとくるスイッチがまあね、ちょっとないのかもしれないですね。私は起きる時はアラームかけて、アラームをかけますね。スヌーズでも、あ、なんか私のなんだっけ、アラーム変わってて、うん、なんか友達が起きて起きてっていう感じのやつを録音したやつをアラームにしてるんですよ。すごい、友達の声。それでなんか起きてるんですよ。結構あれさ、起きれる、それで、あ、チリリリチリリリって感じ。嫌いになっちゃうの。寝てたいのに、起きてって友達、でも好きな友達だから、好きな友達なので、まあちょっと、あ、ありがとうありがとうとか言いながら。でも逆にそれさ、嫌いな友達の声で設定した方が起きれそうじゃない。あ、確かに。嫌いな人の声聞きたくないじゃん。消す。でも嫌いな人の声を収録しなきゃいけなくなっちゃうから一応だよみたいな。何使うのって何か。そうなってますね。心起きるとき何で起きてんの。起きるとき、あの時計のアラーム機能で、なんかピピ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 っていう、すごい音で起きてますね。スマホであれとかじゃないの。はい、スマホ、そうですね、なんか6時まで使えないんですよ、うん、朝の6時まで。朝の6時まで使えない。使えないんです、スマホ。朝の6時から使っていい。そうです、そうです、そうです。で起きるのが、はい、起きるのが5時。アラームもダメなの。アラームもダメ。なんかスマホを、自分の部屋に持ってっちゃダメっていう。厳しい。そう、一連
生だよね今。そうです、珍しい方じゃない、それ。そうなんですよね。夜は何時まで使えるの？夜は10時半まで使います。10時半から朝の6時までは使えないです。10時半だったら寝るってなって部屋行ったらもう持っていけないんだ、持っていけない、寝るしかないんだもん。寝るしかない。テレビはないの部屋に？テレビないです。あ、じゃあ寝るしかない、ね、読書は？読書は自分でしようとはあんまり思わないから、してもいいんだけどしてしないってことね。そうですね。うわすごい、寝れるね。じゃあ10時半だったら夜連絡取れないんだ、心。そうなんですよ、覚えておいた。10時半以降ね。あ、そう、10時半以降ダメダメだよ、LINE したね。わかりました。そうだね、寝てるの。珍しいね。そうなんですよね。いつ解禁されるの、それは？いつなんでしょう。高校卒業したらでもさすがにね。さすがにそうですね。それは。美咲はあんの、そういう縛りっていうか。全然。OK。もうフリーで、どこで、部屋でもいい。だからもう、寝るのが携帯見ながら遅くなっちゃうのかな。そっち系ですね。あるのか。どっちもどっちだよね。どっちがいいのかって感じするもんね。確かに。それはあるな、確かに。そっか。でも使いたいなと思うでしょ。思います、やっぱり。うん、使いたい。もうちょっとの我慢だな。そうですね。2年ぐらい。いやー、本当に大変だ。そうですね。はい、じゃあそれでは夜の話が出たということで、この曲を聴いてください。チャーマンズで夢に出るぞ。レディオロードトゥーティフチャーマンズ超会議のコーナ ー。はい、このコーナーはですね、ティフ2022全国選抜ライブチャレンジ中のチャーマンズにどんなことをしたらよいか、チャーマン、違う、ファミリーの皆さんからアドバイスをもらうというコーナーとなっております。はい、はい、なんかね、これ前回から始まりましたけど、そうですね、前回あのいろいろいただいたじゃないですか、はい、ちょっとおさらいしようかなと思うんですけど、はい、お願いします。前回いただいたのはね、ツイッター解説、個人のね、まあ、フォロワー数勝負とエゴサ。エゴサってなんだっけ、うん、エゴサって何？エゴサ、エゴサ、エゴサ、わかんない？わかる。エゴス、エゴ、エゴサ、エゴサ、わからないです。え、嘘でしょ、美咲とかだってまだここらはほらあんまり、うん、そうだね、スマホをいじれないからわからないかもしれないけど、美咲エゴサしてるだろ。何ですか、エゴサって何ですか、わかんない。よっこらさんだよな。
エゴサーチしかない？エゴサーチ？サーチ考える？わかんないです、わかんない。ほら、ツイッターとかで、はい、俺だったら自分の名前を検索して、うん、俺のことをツイートしてる人がいないか、うん、ああ、それエゴサーチって言うんですね。面白いねとか、かっこいいねとか、うん、本当に書いてる人がいないかって調べること。エゴサって言うんですね、それ。うん、マジで知らないの？あんまね、言わないよね。珍しいの。あとね、来てたメッセージは、はい、YouTube でのレッスン配信。あとは、はい、まあ、もっと自分らしさを出す。いいとこをもっと磨きかけようみたいな、自分の調子をね。はい、うん、で、全力、自分を全力アピールしていくと。それがやっぱ大事だっていう意見などなど。ありましたけれども、はい、今週もいただいてますよ。ありがとうございます。紹介しますね、はい、ラジオネームアランスミシーさん、ありがとうございます。ティフに挑戦するチャーマンズにこれをやってほしいと思うのは、ショールーム審査もありますし、決勝ライブに残った場合でもショールームでの投票というものがあるので、はい、なるべくフォロワー数を増やす努力をしないといけないと思います、うんうん、そのためにはショールームの仕組みを勉強するのも必要だし、はい、なるべくグループや個人のことを知ってもらうのが大切だと思うので、うん、はい、配信するときにチャーマンズの楽曲を BGM で流してほしいです。いいね、いいですね。他の音楽だと問題があったりしますが、自分のグループの楽曲なら問題ないはずなので、初見さん向けにチャーマンズの歌を知ってもらえるよう、はい、BGM にしてもらえるといいと思います。いいですね。それと個人のキャラクターを知ってもらえるように、うん、何か自分の得意分野とか特徴を押していくのがいいと思います。リコちゃんだったらダジャレ好きとか、うん、エビチューファミリーだとかいうのが売りになるし、うんうんうん、美咲ちゃんの駄菓子好きもとってもいいアピールポイントだと思います、うん、可能であれば今のメンバーでのライブ映像を YouTube で配信するというのも効果的ではないでしょうか。みんな本当に魅力的なキャラクターなので、自信持って自分とチャーマンズをアピールしてくださいねと。ありがとうございます。ありがとうございます。結構あったよ。結構ありましたね。振り返っていく、はい、はい、お願いします。ショールーム、うんうん、の仕組みを勉強する。あ、いや必要です ね、 ね。逆に俺全くわからんのだけど、ショールームって聞いたことはもちろんあるけど、ショールームっていうのはどんなとこなの？どんなとこなの、うん、なん配信を、うん、まあ、自分の画面がいて、その下になんか視聴者さんのキャラクターみたいなのがね、うん、いっぱいあって、そういう感じで、そういう感じでいっぱいあって、うん、でなんかその人たちが星を投げてくれるんですよ。その星ってのはなんか無料でできる、うん、あ、なんかこうアイテムみたいな感じで、うん、それが多分多ければ多いほどなんかランキングがあって、なるほど、1、2、3、4、5ぐらいポイント制になってる、そういう感じで、それが多分多ければ多いほどいいみたいな。なるほどね。有料のやつとかもあるのね。そうなんです、有料とかも使ったらポイントが高くなる、そうなんですよ。なるほど、うん、そっか、そこで競っていかなきゃないってこと。そういうことですね。なるほど、なるほど。多分分かんないけど、多分、うん、で、はい、アナウンサーが言ってたのは、その生配信、配信ショールームでやるときに、チャーマンズの楽曲 BGM で流してほしいって言ってるんですけど、めっちゃいいと思う。普段は無音、無音です、 ですね。自分の笑い声ばっかり。どうなんだろうね。自分たちの曲だったら OK なのかね。まあ、著作権的に。なんかいろいろあるじゃん、うん。歌っちゃうじゃん。歌っちゃう。生歌で、ね。生歌。もしダメだったらね。いろんなあるじゃん。ジャスラック問題みたいなのあるじゃん。あ、分からんけど、俺も詳しく。確認していけそうだったらやったほうがいいよね。はい、やりたいです。初めて来た人は、ね、その曲聴いて、はい、そっから入る人もいるかもしれない。そうですね、いい曲ばっかりなので。そうですね、ちょっとじゃあその確認ですね。はい、はい、うんうんうん、うんうんうん、あとは、はい、個人のキャラクターしてもらえるように、うん、得意分野、特徴をしていくと。特徴、
今日、まあ、前回もありましたけど、そうですね、ニコだったらダジャレ好きとかね、さっき駄菓子好きなの、駄菓子、そうですね、なんか駄菓子を4個ぐらいこう買ってきて、うん、それをショールームでこう おすすめする感じなことをずっとやってて、食べてみたり、そうなんです、その時に食べてこんな感じで、味はこんな感じでっていう、まあ、いわゆる食レポみたいなのをやってんの、やってるんですよ、今一押し駄菓子あんの、駄菓子、あ、私が一番好きなのはやっぱふ菓子ですね、あ、いいよね、ふ菓子いいんですよ、一番ふ菓子の何いいとこ教えてよ、なんか周りがちょっと硬くてパリパリみたいな、パリパリまではいかないんですけど、でもそれ中身がふわふわで、サクっていう味の方、あれだっけ、じゃあ何が、音もいいんですよ。あら、音、ふがしの説明だったけど、そうそうそう、味は全くわからんかったけど、あ、食べたい、甘くてサクサクしてて美味しい、そういうの、でもいいんじゃない、それね、食リポしてね、いいですね、心はやるとしたらどういうことなの、これは何でしょう、自分の特徴、そういうの特徴とか得意分野で、うん、なんか押していくとしたら何かあんの、何でしょうね、うん、今まで歌を得意としてきたんですけど、うんうんうん、やっぱショールームって生配信じゃないですか、うん、だから一発っていうのちょっと怖いですね、あ、うん、やってみたい気もしますけど、歌、うん、そこのその場でリクエストもらって、そうですね、ワンフレーズ歌うとか、あー、怖いですね、いいんじゃない、いいんじゃない、でもリクエストいただけたら、ゆくゆくはほら、うん、なんかお題もらって即興で歌っちゃうみたいな、いやー、いいですね、面白そうです、難しいけど、はい、なんかそういうのがさ、うん、できるような顔になったら面白く、そうですね、うん、してみたいです、強いと思うよ、みんなで曲のタイトルさ、うんうんうん、言ってもらって、うん、いいですね、ふがしみたいなの来たら、そのふがしでワンフレーズちょっとすごい知ってて、即興能力もつくし、あ、歌うまいっていうのもアピールできる、確かに、ふがしってワードをめっちゃうまく歌ったら面白くないの、すごいしみたいな、すごいふがしみたいな、ダサい言われちゃった、でもそういうのできたら面白いかもね、いろいろやって試してみるのがいいかも、そんな失敗を恐れずにさ、生配信だから歌が怖いとかじゃなくて、確かにやってみるのがいいんじゃない、やっぱ、まずは、やってみたいです、ああ、はい、恐れずに失敗を、いいですね、岬みたいにさ、失敗を恐れずに、私恐れてる、気づかないもんな、まず失敗してるの、成功してると思ってるんだけど、そういう楽しむ気持ちでやったらいいかもしれないよ、いいですね、そうね、頑張る頑張る、ほら、自分と自信を持って自分とチャーマンズをアピールしてくださいって、うん、アランさんも言ってくれてる、みんな魅力的だからって、うん、はい、ありがとうございます、いいですね、後押ししてくれてね、ありがとうございます、うん、頑張っていきましょう、じゃあ、ね、はい、頑張ります、まだまだ続くんですもんね、これは、そうですね、はい、はい、お願いします、はい、お願いします、続きお願いします、はい、番組ではティフに向けたアドバイスやメッセージを随時募集しています、チャーマンズのみんなでチャレンジをするかもしれません、どしどし応募ください、ロードトゥーティフチャーマンズ超会議のコーナーでした、ウルボッコラディオメッセージのコーナー、本当ですか、声出てた、ありがとうございます、じゃあパチパチとか言ってください、寂しい、はい、今週もメッセージ届いています、アランスミシーさんからです、ありがとうございます、チャーマンズの皆さん、キミタカさん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、チャーマンズの各メンバーのツイッター個人アカウントができて、みんななかなかフォロワーさんの伸びがいいような気がします、もっとフォロワー数が伸びるように僕らも拡散していこうと思います、ありがとうございます、ありがとうございます、ココロちゃんのツイートの中で初めてスタバに行って少し大人になれた気がしたというのがあって、スタバ初めてというのも意外だったんですが、僕らなんかにはもう大概大人になってしまっているので、こんなことをしたら大人になった気がするというのがよくわからなくなってしまっています、
そこでチャーマンズの皆さんは何をしたら大人な感じなのか教えてもらいたいです。例えば野菜嫌いなゆずさんだったらトマトを食べられるようになったら大人という感じなのかな。それぞれ意見があると思うので教えてもらえると嬉しいです。今週もラジオ楽しみにしています。皆さん頑張ってくださいね、とのことでした、はい、ありがとうございます。スタバ初めて行った。そうなんです。何頼んだ。なんか自分でアレンジしたんですよ。いきなりアレンジした。初めて行った。アレンジなんなくない。確かに。本当知ってください。カスタムじゃない。いきなりカスタム。憧れてて、なんか、うん、バニラなんとかフラペチーノ。なんとかって。覚えとけよ。そこにチョコチップをプラス50円で入れて、それを増量。あ、そんぐらいのね。はい、そうです。それで。ホイップクリームを増量、チョコソースを増量。よく増量したよ。何が入ってるかわからない。だから元だ。ランピチロンって言って忙しいので野菜めっちゃ乗ってきたみたいな。大変だよ。無料だったので増量が、あ、なるほど。はい、無料だったのでじゃあ増量しちゃえと思って。そうです、そうです。好きだから。はい、美味しかった。美味しかったです。よかった。大人になった気分になった。はい、大人だなって感じしました。そっか。それはそうかも。緊張しただろ、最初注文するとき。しました、しました。だってサイズとかもさ、S、M、L とかじゃないじゃん。そうなんです。通る、通る。そうそうそう、そんなんじゃ。あれ難しいよね、最初行ったときはね。通るってなんか大きい感じしません？大きくない。だから通るでいいのかなとか。確かに。どれが何なのかみたいな。そうそう、最初はそうだよね。そうでしたね、はい。それで大人感じた。はい、感じました。最近はなんか大人感じることなんてあるの？なんだろう。もしくはこれやったら大人だなみたいな、これやってみたいなとかさ。ブラックコーヒー飲むとか。もう君とかさ、まさにもうブラック。そうだよね。不思議に思うんだ、やっぱ大人の人って大概ブラックコーヒー飲んでるもんね。美味しさがね、あんまりわかんない。苦手だから。なんか甘ければ。いや、俺もでも2人ぐらいの年の時は、あの甘いコーヒーが好きだった。そうなんですか。だけどいつからか、その甘いのが、だんだん無理になって。うまいと思って飲んでないよ、ブラックコーヒー。あ、そうなんだ。どういう感じで飲んでるんですか？水分補給の一回、水とかお茶飲むのと一緒。そういう感覚。難しい。あ、大人な感じするんだ、やっぱ。憧れはし、そう。今はもう甘ったるいのが好きなんですよ。そうですね、カフェオレとか。ミルクティーとか、キャラメルミルクティーとか。ミルクティー？あるんですよ、じゃあ。甘いもんね。そう、甘い。美味しいけどね。そうですね。全部飲めなくなっちゃうんだよね、なんか。そうなんですか、甘いのが。あ、でも分かる。分かりますか？うん、高校生の頃そう思ってた、確かに。私あと、なんか、わさびとか、ガリとか、辛い系？そういうの食べれる人はもう、大人だなーって思っちゃうんです。お寿司のサビ抜きなんだじゃん。私サビ抜きですね。食べれないんですよ。辛い系がそういう、ますます、そもそも。もともと。まあ大人になっても食べない人は食べないけどね。あ、そうなんですか。そうだよ、別に。まあ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 、そんな感じですよね。そういうのデビューしたら教えてくださいじゃん。ありがとうございます。お願いします。はい。はい。以上、メッセージのコーナーでした。それではここで一曲聴いてください。チャーマンズで、夢見る銀河。
エンディングです。ここでチャーマンズから告知をさせていただきます。チャーマンズは TIFF 出場にかけた予選鬼、もう一度繰り返します。チャーマンズは チャーマンズは TIFF 出場にかけた予選に参加しています。二次予選は開催中で5月15日までショールームというアプリでやっています。ショールームでメンバーが生放送をしているので、視聴やコメント、星投げをして盛り上げてくれると、盛り上げてくれると嬉しいです。応援よろしくお願いします。お願いします。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は strategyinfo@str-co.jp までお送りください。よろしくお願いします。お願いします。はい。皆さん、そろそろお別れの時間となってしまいました。はい寂しいですけど、はい、またお会いしましょう。はい、お相手はチャーマンズの心と美咲と佐藤君高でした。また来週、バイバイ。今の僕らにできること、また中川の川辺に降りて遠くぼんやり考えていたその時、僕に見えたのは1%の可能性。